はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。挑戦士カオスソリュージャーです。本日なんですが、この私の大好きなモンスター、挑戦士カオスソリュージャー、このモンスターをね使ったデッキをご紹介していきたいなというふうに思っております。環境への回答を、見つけてしまったというねデッキなんですけれども、これもともとこのデッキはですね、ディスコードに、ミナトさんっていうのかな、3710さんが貼っていただいた、デモリッシャー型の挑戦士カオスソルジャーデッキを参考にさせていただいておりまして、これね、デモリッシャーっていうモンスター、これ儀式召喚の下にすると、このカードを使用して儀式召喚したモンスターは相手の効果の対象にならないって書いてあるんですよ。今環境に対象に取るカード無限にあるでしょすごいあるでしょ。月の書、ブレイクスルースキル、聖杯、狡猾などなどめちゃくちゃ多いじゃないですか、対象に取るカードが。まあハーピーとかもそうですね。だからこの対象に取る系のデッキに対し、このデモリッシャーを巻き込んで挑戦士を出せた場合、めちゃくちゃ強いということなわけですよ。これ KC ファーストこんな感じのデッキで、そのもともと貼っていただいた湊さんかなは突破していらっしゃったので、まあめちゃくちゃ回答なんだろうなと思って使ってみたんですけど、すげえ強かったですね。デュエストレベル19まで普通にこれでバンバン進んでいったんで、僕は、はい、なかなか強い。でこのデッキ何が強いかっていうと、結局デモリッシャーを儀式として挑戦士の方で送れる点と、これ、ね、サンダードラゴンがねめちゃくちゃ強いですね。これ何が強いかっていう話を今からするんですけど、これ手札から捨てて、このサンダードラゴンはデッキからサンダードラゴンを加えるよっていう効果を持ってるわけじゃないですか。これがね、これね、カオスフィールドと相性がいい。これ昔もなんかこのギミック使いましたけどね、サンダードラゴンギミック、サンダードラゴンデモリッシャーギミック、もう覚えてらっしゃる方いらっしゃるかわかんないですけども、挑戦士カオスソルジャーっていうのはレベル8なんで、デモリッシャーを使う場合はレベル5の光属性モンスターがデッキの中に入ってる必要があるんですよ。それがサンダードラゴン でしかもサンダードラゴンがカオスフィールドと相性がいいということで、これ結局その手札かフィールドからモンスターが墓地を送られると、カウンターが置かれて、カウンター3つ取り除くと儀式魔法をサーチできるっていう効果を持ってるんですね。これこのカオスフィールドは儀式モンスターをサーチする以外に、これ儀式モンスターも儀式魔法もサーチできるカードなんですよ。これを発動してサンダードラゴンをまずぶん投げる、でカウンターが1個溜まる、でスキル使う、儀式の、使えて挑戦士、これ手札から儀式モンスターを捨てると、挑戦士の方が持ってこれるよっていう、まあ、そういうスキルなんですけども、これでスキル使うとさらにカウンターが1個溜まる、でさらに、儀式をする、挑戦者の方がで、そうすると全く今度カウンターが溜まって、1体出した上でさらに次の後続の挑戦者の方が持ってこれるっていう、そういうギミックができるんですよ。ちなみにサダドラゴンを1回捨ててもう1枚持ってくる、もう1回捨ててもう1枚持ってくるっていうことをすると、一応儀式魔法もサーチすることはできます。一応ただスキルでね、この儀式を使って挑戦士っていうスキルで、儀式魔法をサーチできるんで、こいつはね1回で2体持ってきてしまった方がいい。なんでかっていうと、素材として1体使っちゃうから、サンダードラゴンを。なんで、後続の儀式の素材がないんですよね。ただし、サンダードラゴンは1枚か2枚に増えるカードなんで、1体捨てて2枚持ってくると、1回儀式した後、次やられてしまいました。その次の儀式の素材にもなれるんですよ。だから、やられた後にももう1回挑戦士カオスソルジャー出せるっていうのが強いので、しかもこれは墓地から出せますからね、この挑戦士の方が。だから、サンダードラゴンは1回で2枚持ってきた方がいいという、まあ、そういう話ですね。で、このデッキは、デモリッシャーを巻き込んで、サンダードラゴンとデモリッシャーを巻き込んで、挑戦者を出していくデッキなので、開闢良い闇はあんまりしないということで、開闢と良い闇は1枚ずつにしていて、で、対象に取れないだけなんですよ、基本的に。あ、ちなみにこっちだったら一応デモンズチェーンとか効かないんで、通常モンスターだから。だからデモンズチェーンとか効かないんですけど、まあ、こういうモンスターを出していくと、開闢良い闇のそのハンデスとか除外っていう効果が付与されてないんで、マジで、ただの3000打点なんですよね。だからこの1500打点を上げるこの混沌の下が3枚入ってると、これ1500打点ダメセルアップできるんで、ガイアソルジャーどっちかを、これね対象に取れないね4500になるんですよ。さすがに強いです、はい、対象に取れない4500はさすがに強いということで、まあ、このギミックを採用している。でこれはまあ控えめでね、あちなみにセンジゴットも一応光4なんで、光4 と、闇4とかでもう一応儀式をできます、はい、で防御札が必要なんですよ、このデッキ。なんでかっていうと、この儀式の使い手挑戦士っていうスキル、これ、マジ考えたやつ、マジ頭おかしいだろうと思ってるんだけど、このスキルが、なんと、2ターン目以降、
にしか使えないというねバグ仕様になってますし、初手で使えないんですよこのスキル。だからあのね防御札をねデッキ内にね仕込む必要があるんだよね。だから今回は戦時ゴッドでサーチできるブリューナグのネクロスにしました。ここはまあクリボールとかでもいいかなとは、思いますけれども、あのモンスター守れるんで、挑戦者守れるんでクリボールとかでもまあ良かったりするかなとは思うんですが、戦時ゴッドでサーチできるっていう点がすごい偉いんでブリューナグのネクロスにしましたね。でブリューナグのネクロスでまあバルキュリスのネクロスをまあサーチしてくるみたいなことをすると、しかもこれ手札から捨てるんでカオスフィールド の, あのカウンターもたまるんで相性がいいということで、はい、という感じで早速ねこの環境への回答挑戦しカオス登場デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方カイバ君か。とりあえず僕今9連勝してるんですよね。お前の持ち主めちゃくちゃ強くないですかこのデッキ。対象に取る環境はめちゃくちゃ強いといったところですね。はい、うん、はいはい、セットセットいいでしょう。まあ多分まあインガとかサンブレとかオーリダイバリアとかそっち系のカードだと思います。あ、なるほど、サンダーブレイクでもなかったですもんね、反応なかったですもんね。はい、インガ切断っぽいですね。インガを切断していくスタイルだと思いますあのカードは。とりあえずサンダードラゴンの効果と、サンダードラゴン効果使ってサンダードラゴンをさらに手札に加えていくことにより、これでですね、2枚目のサンダードラゴンを手札に加えると、次の、なんだ、儀式の素材になれるんですよ。だからこれはハイですね。はい。で、これ2枚目を持ってくると。でですね、スキルを発動し、カオスソルジャーを墓地に送る。で、手札に儀式魔法を持ってくるで2個でしょ。でさらに挑戦者の方が発動、これがね一番美しい動きですね。で手札のデモリッシャーとデッキのあっち、デッキのデモリッシャーと手札のサンダードラゴンを墓地送って挑戦者を出していく。これが対象に取れない最強モンスターです。はい、一応ガイア召喚してワンチャンワンキル取れるかもしれないんであいいんかですね、多分いいんかですね、アルフセガードはいいんかです。はい、最初取れないんで挑戦士召喚してもチェーンなかったんですけど、まあガイア召喚したらチェーンあったんで、まあ多分これはいいんか。これ通してくんねえかなワンチャン、これ通してくんねえ、これワンチャン通してガイア、あー無理ですよね。はい、オッケー、インガ切断で相手、あ挑戦士除外できないのに肝ってなってるんだよ多分今。テキストを多分読んでないからやつはやつは多分読んではねえ。これ殴んなくてもいい説はあるかな、ワンチャン融合とかさ、殴んなくてもいいんじゃね、殴んなくても良さそう。エンドでいいんじゃん。ターンエンドだ。行くぞ。これでいいや。でですね。相手言うてこの太鼓多分いるんですよ。ね、あの伏せて多分太鼓かなんかと思うんですよ。だからこれを取られなければ割ときついと思うんで。だからあれだな、太鼓握ってたのにインガ切断セットしてあのあれだったんだな。手札握んなかったんだね。なるほどな。あーはいはいはい。で剣士か。オッケー。いいよ。いいよ。全然いいよ。で、もう用済みなんで、霊竜飛んできても別にいいです。別に。混沌の場は別に。あ、そっちか。あ、オッケー。聖画の方に。了解。光の竜を従え。はい、闇にも染まろ。あ、オッケーです。やばいやばい。なんかちょっと止まった。リンクス最近さ、俺さこれよくあるんだけど、これさみんなも なるよ。なんかこれ連打してもさ次の星いかないんだよなんか俺これよくなるんだけど最近、なんかリンクスぶっ壊れてるんだよね。ほらわかる、俺今めっちゃ連打してんのになんか次の星いかないのよこれと。なんかねなんかリンクス重いんだよね。はい、思い知らせるのこっちだ。ダメしていいっすか。そこだ。はい、あドローンスめっちゃ重いからけど、まあ、とりあえず4500でパンチして、で戦額からの1500番大丈夫かなあいつ大丈夫かな、息してるかな、体育の試合し効果ね。いいよ、全然いいけど大丈夫、君次の聖眼殴られたら死ぬんじゃないの。で混沌の死者のことも発動できるよ。さあ光と闇を除外することによって混沌の死者は墓地から帰ってくる。あれ大丈夫かな、海馬くん。このまま押し切れるぜ、確かにこのまま押し切れるぜ。ドロー、もう一体欲しかったな、まあいいや。召喚は意味わかんないしな、殴るしかない。バトルイス、行け。
ダメージステップ、混沌の使者の効果発動、おらやはり対象に取れないは神。対戦ありがとうございました。さあお相手の方ゆずちゃんはね、ゆずちゃんちょっと怖えな。俺のターンだ。チャンユーズちょっと怖いね。とりあえずカオスフィールド発動。スコアがマジで辛くて、幻想他のカードどうでもいいんですよ。スコアがマジで辛いですダメージ計算時にぶん投げることができる最強の手札いいはずなんですよ。それがねマジで辛いんだけど、まあ、とりあえずねデモリッシャーを出すとこしかないですよ、はい、でデモリッシャーとここでこうして強制に倒して出しておく。でスコアぶん投げられるのはもうね最悪しょうがない。スコアはもうちょっと一回目をつむるわ、ね、まあ、死ぬ可能性あるけどなスコアだった場合まあどっちにしても対象に取ることが結構なかったりするんで、魔法トラップ以外幻想ってブルームディーバとかは対象に取らないで破壊しますよね。あれで幻想の乙女スコアはあれなんか手札からただぶん投げるだけじゃないですか。対象に取れ対象に取れ、少なくとも対象に取らないでやめろ。ソロいいだろう。ソロね、ソロね、真ん中だ。ソロ強いんだよね。耐久力あって結構戦闘で破壊されるとモンスター特殊ができる、強いんだよね。バトルいいでしょう。さあバトリングフェイズ、はい、ローリーとフランスマ投げな、これは完全にスコアがある宣言なので、これは投げてはいけません。完全にスコアがあります。はい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 、やべ、いっていってカオスソルジャー効果発動。いやこれもう一体いるっていうのやめて、マジでもう一体いるのだけマジでやめて。スコア特殊召喚、マジで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 スコア2枚は本当にキモい。あぶねえ、スコアスコアなんだ、わかんない。スコアじゃなそうだな、あれ反動多分スコアじゃねえと思うわ。でとりあえずカオスリードの方がそうして儀式魔法を持ってくることはできる。で千獣ゴッド召喚からこれはあれだな、ブリューナに持ってこよう。千獣ゴッド召喚、千獣ゴッドの効果発動。さあ千獣ゴッドは召喚に成功した場合、儀式モンスターまたは儀式魔法を手札に、あ、間違えた、儀式モンスターしか持ってこれない。マンジゴッド間違えた、ごめん。幻か、聖杯よ。幻が見えてるから俺、マンジゴッドが欲しすぎて、最近動画でなんか千獣ゴッドのことをマンジゴッドってめっちゃ連呼してコメント欄でそれ千獣ゴッドですよって言われたから。マンジゴッドが欲しすぎて、センジゴッドのことをマンジゴッドって連呼してコメント欄でめちゃくちゃリュウさんそれセンジゴッドで言ってめっちゃ叩かれるっていうね、事件が起きました、はい、スコアじゃないことを祈ってぶん殴るしかありません私は。でですね、あの伏せカードをこらったらもうおしまいです私は。あ、いける。でカオスソルジャー効果、快楽の効果。いやローリットクラスロアよりソロでしょこれ。これスコアぶん殴られたら結局負けなんで、どっちにしてもこれを除外せざるを得ない。出たな、その世界なんだ。そうはいかないわ。清掃か、清掃はいいわ、清掃はいい、清掃はいい、清掃は OK、 別に関係ないから。なんで撃ったのね、バトルフェーズ入る清掃、でも清掃だったらさこっち側のさなんかカオスストロージャーに撃ってもよかったんじゃない。おお、やったぜ、なんかしないけど勝った。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、優勢粒子くんよろしくお願いします。ベル3倍支援の道場やべ、支援の道場やべ、風魔やばい、膝やめて、あ、新やめて、いや魔法カード1枚うーん、いやでも言うて、いやまだわかんない、言うてさこのカオスフィールド止めない可能性あるから、いやないか、カオスフィールド止めない可能性ないか、言うてカオスフィールド一番いきなり発動って言ったらなんか竜騎士へ至る道かなんかあったと思うよな多分相手で。フーマね、はいはい、いいですよ、フーマはいい、フーマはいいで最悪カオス、キザン、え、力を貸してくれ、モンスターをシンクロ召喚、それは無理だわ、俺のターンだ、それは無理、カードを引くぜ、絶対に、いやそれは無理だわ、手札からフィ
止めるな止めるなとかもあんのこれ止めないとか止めるなとはいえ自信を求められたら終わりなんだけど止めるな止めるな止めるですよねー